こいつらを最終決戦に連れてきた奴は誰だ？な、クリコね。ハージもあるよ。ということで今回は、ラストバトルに馴染めない仲良し部を紹介します。視聴者は兄貴たちは勢いで参加して公開したことはあるかな？思い出を語ってみよう。いやさ、ババアなんてバカにしてたさ。だね。いや、味わい深かったって感動した。ギャルちゃんたちのピンチに続々と駆けつける仲間たち。無駄に敵に突っ込んでいくな。ユキ、美しいのは分かった。あゆみ、あゆみ、いるよな。なんでうちはこうなのだ。あゆみの霊圧が消えた。本当は子供たちを連れてくるはずじゃなかったけど、あんなに強くあいつのために戦いたいって言われたらね。この子たちがこんなに成長してるのはあんたのおかげなのよ。うん、これは感動の最終決戦だ。え、ヒソギちゃん、キョウカちゃん、ちょっぴり怖いけどお兄ちゃんのために力を合わせようね。異物混入してますよ。みんなで勝ってお兄ちゃんになでなでしてもらうんだ。それじゃあユニはミミちゃんママになでなでしてもらうんだ。最終決戦でおらるな、大概だぞ。ちょちょ、パイセンはこっちでしょ。ナチュラルによその子んち紛れ込んでナチュラルにおままごと追っ始めんのやめてあげな、怖いから。ガチで狂気の18歳じゃん。ユニ先輩、まだリトリリちゃんたちの前でユニちゃん8歳続けてたんですね。半分犯罪だぞ。不本意だが仕方あるまい。純真な子供たちのためだ。僕は恥を忍んで道化を演じよう。嘘をつけ結び。あんまり恥を忍んでる感はない仕上がりでしたけどね、あの幼児プレイ。ちょ、待って待って、いつもの茶番一旦やめて。あのさ、思ったんだけど、今これそういうのに求められてる空気じゃなくて、ガチの最終決戦の最中に一組だけ急に100取るな。勇敢な少女たちが魔物の大群に対峙しているな。端的に還元すれば運命の一大決戦だ。空気を読もう。先輩が一生ダミーを貪ってるって言うから、何それ面白そうとか盛り上がって寝顔にチェルーンって落書きするためについてきただけなのに。スマホ落としただけなのに。てかやばくね、現状魔物に立ち向かうあの姉さん方テンションガチじゃん。漫画とかで言う最終回直前目の激アツ展開竹縄じゃん。ギャグ漫画とのコラボ会かな。どうします？日常会終わってるなら多分うちらの仕事もうないですよ。帰ります。仲良し部は置いてきた。このシリアルについてこれそうにない。そんなことより妙だぞ。この場には我々の見知った顔もちらほら見受けられるが、なぜだか誰一人こちらと目を合わせようとしない。悲しいな。いや、みんなバトルに必死でそれどこじゃないんでしょ。まさかうちら絡みづらいとか思われてるわけないだろうし。高木も頑張ってるし。あ、葵ちゃん今こっち見て一瞬はって白目向いたけど、まるで気づかなかったかのように秒でシリアス救兵顔へ戻った。知らぬが仏。そうか、きっと戦況は切迫しているのだな。よし、ならば行くぞ後輩たち。親愛なる同士のため我々ユニちゃんズも力を貸すのだ。葵ちゃんにすらスルーされるなんて。そうですね、我々仲良し部も力を貸しましょう。親の顔より見たユニちゃんズ訂正とか言いつつ、さすがに魔物の数が多すぎて面倒いから、誰か強強オーラ出てる人のそばで適当によらば退治の影子ちゃんしよう。お前らまだ喋るのか。てでチェルー、そこの一生意味深ワード巻き散らし役っぽい面したお姉さん。どのお姉さん。おい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 、死んだわあいつ。あ、いえ、あの、なんでもないです。調子に乗ってすみませんでした。失礼します。逃げるな、ひきょうぼろ。ぶっ倒れろ。ミニゲーム最強の女。なんだ今の愉快な連中。ボスの知り合い。どうだったかな。一生意味深ワード撒き散らし役っぽい目をしたお姉さんとしては、ここは濁しちゃおっかな。もうチートや、チーターやろそんなん。なんだそりゃ。それにしても珍しいな、ボス。今まであんまり派手な戦いには参加しようとしてなかっただろ。ま、俺は大歓迎だけどさ。そういや、一部だと全然だったしね。本当は終わりの流れだったから
もう手出ししなくていいかなって思ってたんだけどね。やっぱり今回の事件もガチでヤバいわよ。だったのか。あったみたいだから。それなら見ておくのもいいかなって。一生意味深ワードまき散らし役っぽい目をしたお姉さん。変わらず言ってることよくわかんないですね、ボスは。悪だくみばっかしてると小じわが増えるですよ。メスガキイノリちゃんは健康にいい。イノリちゃん危ない。いきなり何フレンドリーファイヤーしてやがりますか。避けなかったら今頃黒焦げですよ、この鬼バガ細めドラゴン。さあ真の仲間たちが揃ったし、あとは騎士くんをお姫様が起こすだけだ。起きなさい、さっさと目を覚ましなさいよ。こんなにいっぱいの人が来てんのよ、あんたのために。異物も混入してすみません。一番に私がおはようって言ってあげるから。珍しいでしょ、コロスケでもペコリーナでもシェフィーでもないのよ。この私がわざわざあんたを起こしてあげるって言ってんの。初めての相手はペコではない、このキャルダー。さっさと起きなさいよ、この寝坊スケ。つながった。隔離していた力が溢れ出している。まずいね、これじゃ全員思うように動けない。気が高まる、溢れる。いいわよキャル様。キャル、あなた今、仲良し部のこと覚えてる兄貴いる。強すぎる力が何よ、全然平気よ。これくらい受け止めてあげるわよ。やってみせろよマフティー。なんとでもなるはずだ、ガンダムだと。あんたの全部制裁とかしたキャルちゃん。すっごいね、これだけの力を受け止めるなんて。だったら私も気合を入れようかな。みんな変身だ。さらっとおばろかするラビリスタさん、すごくない。みんながいるんです。世界を変わる。ここ好き。熱い。手を、届け。つながれ。ということで今回はここまで。動画更新や自作エロゲのお知らせ等は Twitter でしてるので、感想やフォロー、動画のいいねと高評価も押してもらえると嬉しいです。さてこの動画を最後まで見た君たち、今なら無料10連でオバロキャルちゃんを実質配布してるぞ。急いでログインするんだ。ではサラダバー、動画のいいねとチャンネル登録もよろしく。